ハローウィックは男性プロレスラー。力を主戦場にしつつ、その他のインディ団体にも進出している。力レッスルファクトリーの創設者であるマイク、クランケンブッシュとレックレスユースのもと、後のウルトラマンティスブラックとイカルスと共にトレーニングを開始。ナイトシフト力の規模拡大に伴う2002年5月の初興行で回帰派レスラーのブラインドレイジと、 イカボットスレインとのルードユニットのナイトシフトの一員としてデビュー。デビュー戦のスレインとのタッグマッチでは負けてしまうが、31日に行われた2回目の興行で、ドンモントーやクアンケンブッシュ、レックレスユースの6人タッグマッチで初勝利を挙げている。11月に2レーズトーナメント形式を行われるヤングライオンズカップに参加。初戦で DJ スキットレズ、準決勝で グラン悪魔、決勝戦でミスターゼロを破り初代アングライオンズカップ王者に輝いている。トーナメント後にスレインが突如ベビーターンすることでユニットを脱退すると同時にレイジとスレインが抗争を開始してしまう。12月にブライアンの髪とスレインのマスクをかけたコントラマッチでブライアンを援護し勝利に導いている。2003年4月にマスクを失った元パートナーの イカルスとヤングライオンズカップをかけ試合をして防衛に成功している。2003年7月に第1回タッグワールドグランドプリックスに0時と共に参加。初戦でチームイワ・ MS を2回戦でチーム会 IST を破り決勝でウルトラ・ゼロを破り優勝をしている。優勝そのままの勢いでノースアメリカレスリングフェデレーションのノフタッグチーム王座を体感している。 ダークブリード10月にデイジが対談をしたことによりタックを解消することになりハローウィックは新しいパートナーを探すようになった2004年に入るとミスターゼロを裏切りウルトラマンティスから解明したウルトラマンティスブラックとダークブリードを結成2004年7月に第2回ヤングライオンズカップを開催に伴い4回防衛して602日間保持した ヤングライオンカップを放棄している。10月に、ダークブリードは、ラリースウィーに率いるスイート N、サワーインターナッシュなに加入、トルネオシベルネティコに参加するが試合に勝てないとわかると、すぐに脱退している。ウルトラマンティスが、怪我で欠場すると、戻ってきたブラインドレイジとタックを再結成して2005年の、タックワールドグランドプリックスに出場。 初戦を勝ち抜くがスパーフレンズに負け敗退している。以降は、ジグソーとの構想を開始、11月に3本勝負に負け構想を終了している。インコヒアレンス入場するインコヒアレンス2006年に入り、タックワールドグランドプリックスに出場が決定するも、別の怪我でウルトラマンティスが欠場してしまう。初戦で、クロスボーンズとロールシャフハとの試合前に抽選で、 パートナーを選んだ結果でリリアスに決定、インコヒアレンスを結成。ヒールでありながらベビーと組むタッグであったが、2回戦でチーチクラウディ、3回戦でクドとミカミのチーム DDT を破るが準決勝でキングオブレスリングに敗れている。この時期からベビー色が強くなり、復帰したヒール色の強いウルトラマンティスブラックと反発をし合うようになってしまう。 6月のヤングライオンズカップ開催中に、ウルトラマンティスが、ハロウィックを攻撃、ダークブリードの死亡宣言とともに、弟子のハイドラとの新たなユニットである、オーダーオブネオソーラー、テンプルの結成と構想を宣言。オーダーオブネオソーラーテンプルには、元パートナーのレイジーや、クロスボーンズが加入し勢力を増している。9月に、ウルトラマンティスとのシングルで、ピンフォール負けをするが、 11月の8人タッグでは、チーチクラウディと組んで、オーダーオブネオソーラーテンプルから勝利を収め、構想を終了している。2007年になると、エディ・キングストンと構想を開始。10月には、リカルスとチャック・テイラーのチーム会 IST から、力のタッグ王座である、カンペオーナトスでパレージャスをダッシュしている。しかし、その後は低調子になり、11月のキングストンとの、 高層決着戦では負けてしまっている。2008年からタッグ王座獲得に伴ってタッグ戦線に乗り込み王座をほぼ1年間保持をしていた。9月にスーパースマッシュブラザーズにタイトルを奪われてしまっているが歴代最高の防衛回数を記録した。11月に弟子のフライトメアがデビューしたことでインコーヒアレンスに加入させキングオブトリオストーナメントに参加するが初戦で。 マスターズ・オブ・サウザント・ホールズに負けてしまっている。4月に、ウルトラマンティスと、クロス・ボーンズが、デリリアスを拉致、そのまま洗脳してしまい、オーダー・オブ・ネオ・ソーラー・テンプルに強制的に、加入されてしまった。11月に、フライト・メアと組み、デリリアスと、ウルトラマンティスと対戦している。デリリアスは脱退してしまったが、弟子のフライト・メアとのタッグで、インコヒアレンスとして、 活動を継続している。ハローウィックとフライトメラ2010年に入ると1月に、ブリューダーズシャフトデスクロイズ、通称 BDK のメンバー、サラデルレとデイジー・ヘイズとの試合をきっかけに構想を開始している。4月のキング・オブ・トリオスの初日では、クアン・ケンブッシュとの3人で、フライトニングとして出場するもチームビーグ・ジャパンに、初戦で敗れている。2日目に、 クリストファー・ダニエルズと対戦するも敗北。3日目に、チームで、ガントレットマッチに出場、チーム会 IST や、オーダーオブネオソーラーテンプル、BDK と対戦している。トーナメント終了後に5月の8周年、記念工業で、BDK のアーレスとクラウディをカスタニオリが持つ、カンペオナトスでパレージャスの挑戦が発表された。8周年工業では、試合前に、 BDK の新メンバーであるデリリアスと不可解な審判をするレフェリーのデレクサバトの二人に暴行されその影響で敗れている。10月に BDK と力の主力選手の全面対決に力側で参加、トゥルサスに排除されてしまったがチームは勝利している。スペクトラルエンボイ12月にウルトラマンティスとシングルマッチを行い勝利。試合後進ボーディの指示で襲撃に来た。 小玉、オバリオンの二人に暴行されているマンティスを見捨てるが、弟子のフライトメアに説得され救出している。2011年4月のキング・オブ・トリオスに出場する、際に三人で、スペクトラル・エンボイを結成。初戦で、チームドラゴン・ゲートに負けている。9月にウルトラ・マンティスの、オーダー・オブ・ネオ・ソーラー、テンプル時代のパートナーである、クロス・ボーンズと組み、ダーク・アーミーと対戦。 ウルトラマンティスがボーディからピンホールを奪い勝利している。以降は BDK のメンバーであるティム・ドンストと交想を開始12月12日にトルネオ・シベルネティコ形式でティムを含む BDK の8人と対戦して勝利している。翌日に初のインターネット配信される PPV のハイヌーンで敗者が一つかけたものを失う d 級マッチでハローウィックとウルトラマンティスは マスクをかけ、アーレスは、アイオブティール、ティムドンスとは髪の毛をかけ対戦。ドンスとがカットに行かず、アーレスが敗北し、ウルトラマンティスの元にアイオブティールに戻っている。その後、マンティスとのタッグでカンペオナトスでパレージャスへの挑戦が決定。2012年2月に、カイ IST のチャックテイラーとイカルスの持つベルトに、 挑戦をするが、デリリアスの妨害により王座獲得に失敗している。その後もドンストとの交想を続け、6月のシカレソリス、レックス、ハウツーハッチ、エーライナソーで、マスカラコントラカベジェラを実施。一旦は負けてしまうが、ドンストの不正が見つかり、再試合で勝利して、マスクを守り、ドンストの髪を剃っている。2011年4月2012年9月に、ハロウィック、 フライトメア、ウルトラマンティブラックの3人でキングオブトリオスに出場。初戦で2回戦でライバルのザ・バチリを破るが、試合後にバチリとオフィディアンに襲撃されている。準決勝でカイ・ IST を破り、最終日にチームロート対戦。試合中にバチリ、デリビアス、オフィディアンに妨害されるがなんとか試合に勝ち初優勝。 10月に再びカンペオナトスでパレージャスへの挑戦権を獲得。11月に王者のヤングバックスに挑戦するが、バチリ、オフィディアンの妨害されダッシュに失敗。12月のアンダーザフットで、スペクトラルエンボイにクロスボーンズ、戻ってきたブレーエンドレイジを加え、バチリ、デリリアス、オフィディアンと対戦し勝利している。2013年4月に、 エディ・キングストーンの持つグランドチャンピオンシップに初めて挑戦するも失敗している。6月に団体が資金難になり活動を停止すると他団体へと参戦をしている。2014年5月ほぼ1年ぶりに本格参戦しスペクトラルエンボイを再結成するとともには新たな BDK と対戦している。9月にスペクトラルエンボイでキング・オブ・トリオスに出場するが エディ・キングストン率いる力の新たなルードユニット、ザ・フラットに敗れている。2008年11月2006年12月に、フロリダに拠点を置く、フルインパクトプロに参戦、グラン・アクマと組 DP アソシエーツと対戦し、勝利している。翌日、フィップ世界ヘビー級王座に挑戦できる、フロリダ・ランブルに優勝。すぐに挑戦権を獲得し、同日に権利を行使するが、 王者のロデリック・ストロングに敗れタイトル獲得は、できなかった。2007年2月に参戦、シンゴや、セス・ディレイと対戦している。2007年4月に、ハロウィック、マイク・クアン・ケン・ブッシュ、ジグソー、グラン・アクマでフィップの姉妹団体であるローに参戦。ハロウィックとグラン・アクマ、マイク・クアン・ケン・ブッシュと、ジグソーでタッグを組みブリスコ・ブラザーズの持つ、ロー世界タッグ王座に挑戦するが獲得には、 至らなかった6月にフィップに戻り、ジグソーやジミー・レイブとシングルをするも負けている。翌月にローに戻り、マット・サイダルと対戦をするが負けている。9月にフィップに戻りスコット・コメディティとのタッグでアイリッシュ・ア・ボーンと対戦。翌日にはデリディアスとジグソーとのタッグでヤマト、BXB ・ハルク、ジャック・エヴァンスと対戦したのを最後に参戦をやめている。 ローも翌年の10月に出場して以降、一時的に参戦をやめている。2009年7月にドラゴンゲート USA に初参戦。団体初の PPV でチーム界 IST とアマシスト組、クアンケンブッシュ、ジグゾー、コロニーと対戦している。9月のアンタッチャブルではダークマッチに出場。11月のフリーダムファイトではオープンザフリーダムゲート王座に挑戦できる。 トーナメントにも出場している。2010年には、エボルブレスリングにも参戦。フライトメア、クアンケンブッシュとのタッグで悪魔ズアーミーと対戦している。エボルブに参戦した翌週に、ローに、クアンケンブッシュと、ウルトラマンティス・ブラックといった選手がブリスコ・ブラザーズの持つ、ロー世界タッグ王座に挑戦するために、ジグゾーと共にサポートとして、久しぶりに参戦。 その3日後にドラゴンゲート USA のフィアレスに参戦、ダークマッチでサイラス・ヤングの持つ AW 世界ヘビー級王座に挑戦している。4月にローにジグソーと共に参戦し、ブリスコ・ブラザーズの持つタイトルに挑戦するも失敗。5月にエボルブへ移り4ウェイマッチやタックマッチに出場している。7月にドラゴンゲート USA の PPV に登場している。 マットサイダルへのライディーンボムカンペオナトスでパレージャスを巻くハロウィック。ありがとうございます。